曲アロックマーチが流れる中、中山競馬場第9レース出走メンバーの入場です。グランドストームステークス4歳以上3勝クラススタート 1200m ではメンバーです。1番ジェットエンブレム536kg、前回から増減はありません。鞍上はミルコネムード58kg。2番浦川の奇跡466kg プラス4kg、田辺裕信56kg。3番リッキーマジック516kg プラス4kg、和田裕二56kg。4番ビルカール474kg マイナス18kg、柴田義典58kg。5番セイカフォルゴーレ502kg プラス8kg、横山凛子58kg。6番ファイナルブリーチ496kg、増減ありません。三浦コースで56kg。7番サザンウェルフ478kg マイナス2kg、菅原凛が56kg。8番バリアント494kg プラス4kg です。鞍上津村秋で58kg。ばらついた飛び出し、まずは狙い出して14番ダノンセジマンが先頭に行きました。リードを1番手に足元ダートに変わります。2番手から取っていったキーマンロードオブザチェコ前2頭、3番手には外目、3番リッキーマジック12番イチザウィーナー、離れて2番ブラッカーの奇跡1番後ろです。4コーナーのカーブ単独先頭に立った9番のロードオブザチェコ、リードを2番手に取って4コーナーから直線に向かいます。追ってきた14番ダノンセジマン、この外に14番のシアーリスト合わせる形で前を追っている。1着15番のシアーリスト、時計1分10秒0、
2着14番ダノンセシモン、3着に9番ロード・オブ・ザ・チェコ、4着7番サザンエルフ、5着は6番ファイナルスピーチとなっています。確定まではもうしばらくお待ちください。阪神競馬場の天候は曇りに変更となりました。繰り返してお知らせいたします。阪神競馬場の天候は曇りに変更となりました。それでは、レアレーズさん、700キロ達成の大野騎士にお話を伺っていきます。おめでとうございます。ありがとうございます。今の総局のお話はいかがでしょうか。聞いてましたし、直線は、鋭い足で強かったです。
お話の間にどんどん料金が増えております。どんどん多いでしょうか。多すぎる、多すぎる、多いですよね。明日は中京で G1 日曜ということもあります。ファンにメッセージをお願いします。はい、またこの服で G1 日曜のことに思います。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。大道中からありました。